こんにちはです今日はですねちょっと歩きながらですね音声をとっているんですけれど伝えたいことがですねちょっと降りてきたのでこれをですね今音声としています是非ですね最後まで聞いてもらえれば嬉しいなと思っております今年ですね2021年もう終わると思うんですけれどこの年ですねどんな年になったでしょうか えー、皆さんの中で,です、ね、本当にいい年になってもらえているのであればすごく嬉しいんですけれど一、あのー、年一年ですね自分がどう変化していったかというのはあの自分のの中ででしっかり、ね、見ておくのが大事です、えー、ここでポイントがあってあのすごく大事なことが1年前の自分と今の自分は何が変化しているかですねこれを見て,で見ていただきたいと思っています。やはり1年前の自分が どううだったかっていう姿、その姿があの思い出した時に今の自分と何が違うかですよね。やはり有意義なです、ね、あの時間の過ごし方をされている方とか自分の自己成長に向けて成長をです、ね、繰り返されている方っていうのは自分の,です、ね、このレベルが上がってきてやはり1年前にはできなかったことができるようになっていると思われるわけなんですよね。 なのであの1年前の姿と比べて今の自分が何ができるようになったかですねそれはちょっとですすね、えー、振り返っっててもらいたいたと思ってますでここで重要なのがあの1年前の自分と比べて自分がですね変化していたというのがあの、まあ、見つかればいいんですけれどあのこれ見つからない方とかですねあ,のあんまり変化していないなという方はあの自分と誰かを比べなくていいということです。 あの自分とですね誰かを比べていってその中で自分はできていないとかあまりそういうふうにしてですね、えー、自分のことを過小評価する必要はないです、えー、必要なのは、えー、自分がですね一日一日昨日の自分より変わっているかとかですね、えー、先日の自分よりも自分が今何ができるようになっているかですね、えー、そこにしっかり着目していって自分をコツコツ高めていくことができる方がですねやっぱり夢を叶える方 なわけなんですよね、えー、この部分をですねあのしっかり覚えておかないと自分がですねあの変化してても気づかないい方っていられるんですよ実は努力しても努力してもあの、まあ、変化してないんじゃないかというふうに不安になる方がいらっしゃるんですけれどそれは他人と自分を比べているからなんですよね他人と自分を比べるんじゃなくて本当にそういったところを見ていくことが大事かなと 持っておりますあのこの1年間ですねあの本当に1年間でできることでたくさんあるんですよねですごく大事なのは反省することですね反省すること、えー、今年本当にやろうと思っていたことができていなかったとか、えー、このやろうと思ったことができていなかったってことは絶対理由があるはずなんですよでこのできていない理由っていうのが来年なくなれば必ずあなたは変化するはずなんですよね なので、あのちょっと振り返りをですね、この12月にしてもらえたらいいかなと思って、こういった音声をですね、今日は撮らせてもらいました。えー、ぜひですね、また新しい流れを掴んでいただければ嬉しいなと思っているので、今日は音声を聞いてもらってありがとうございました。またですね、お会いできるのを楽しみにしています。西田ろきでした。